保護者の大学受験パート11大阪大学についてお話ししていきます。大阪大学の学部について、入試について、留学、就職、その他についてお話ししていきたいと思います。大阪大学は大阪府に本部を置く国立大学です。通称は阪大。1838年に緒方洪庵が開いた私塾である適塾が原点となった大学です。その後、適塾から幾多の変遷を経て大阪府立医科大学となり、1931年に大阪府立医科大学をもとに大阪帝国大学、1949年に新生大阪大学、2007年に大阪外国語大学と統合され、現在の大阪大学になりました。大阪大学には全部で11学部あります。豊中キャンパスには文学部、法学部、経済学部、理学部、基礎工学部があります。吹田キャンパスには人間科学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部があります。箕面キャンパスには外国語学部があります。2021年には箕面に新キャンパスが完成する予定ということです。サークルや部活動の場所としては豊中キャンパス、吹田キャンパス、どちらも使われています。キャンパス間無料バスがあるということです。入試に関してですが、受験方式は一般入試前期日程、また AO 推薦入試が主にあります。一般入試はセンター試験と二次試験の合計点で合否判定が行われます。配点の割合はおおむね二次試験の方が高いと言えます。医学部、医学科と歯学部は面接試験もあります。では、その他ですが、第一段階選抜も実施されます。一部の学部でのみですが実施されます。外国語学部は約 2.3 倍、理学部は約3倍、医学部、医学科は約 2.6 倍、薬学部は約4倍、工学部は約3倍、基礎工学部は約3倍ということで、倍率によって行われる第一段階選抜になっております。 AO 入試、推薦入試ですが、 AO 入試は文学部、人間科学部、外国語学部、法学部、経済学部、理学部で実施されます。調査書等で行う第一次選考後、提出書類やセンター試験の成績の提出後、口頭諮問や研究発表、面接や小論文により第二次選考を行うものです。推薦入試は医学部、歯学部、薬学部、工学部、基礎工学部で実施されます。調査書、推薦書等で行う第一次選考後、提出書類やセンター試験の成績の提出後、口頭諮問や面接、小論文により第二次選考を行います。ここでですね、センター試験と二次試験の配点の割合を少し見ていきます。文系の学部ですが、おおむね、二次試験がの配点の割合が多くなっておりますが、例えば人間科学部ですと、センター試験と二次試験の割合は同じですね。外国語学部は二次試験が大きく割合が高くなっています。法学部に関してはセンターと二次試験の割合が同じになっています。また経済学部に関しては、センター試験の得点を重視した A 方式、こちらにあります B 方式で二次試験の割合が高いもの、あとはセンター試験と二次試験の得点が半々になるという C 方式もあります。では続いて理系の学部ですが、理系に関しては理学部、またこちらの工学部、基礎工学部に関しては二次試験の割合が倍ぐらい高くなっていますが、医学部に関しては学科によって変わってまいります。医学科はセンター二次がほぼ同じ、保健学科に関しては二次試験の方が低い割合ですね。放射能検査技術学科に関しては二次試験が少し高くなっています、といったところになっております。では続きまして、就職に関してですけれども、卒業生の 45% が進学です。医学部卒業生はほぼ研修医になると言っていいでしょう。
40% 程度が一般企業に就職、5% が公務員、1% が教員という結果が出ています。オープンキャンパスに関しては、例年8月に実施されます。7月初旬に申し込みが開始になりますので、ご注意ください。また校内見学はいつでも自由に行えるということですので、ぜひ足を運んでみていただければと思います。学園祭に関しては、春と秋にあります。イチョウ祭、5月の今年は2019年5月2日、3日に行われます。例年は5月1日に行われますが、今年は5月の2日と3日になっています。と、待ちかね祭というのが11月の初めの3日間で実施されます。まだ日程は発表になっておりませんので、ホームページなどで確認していただきたいと思います。どちらも豊中キャンパスで実施されます。では最後に留学制度に関してお話ししていきます。留学制度は大阪大学交換留学制度。こちらは大阪大学に留学在学したまま協定校で1年以内の1学期または複数の学期を履修することができます。単位も交換できるというプログラムになっています。で、次に短期語学研修プログラムというのがあります。こちらはイギリスのエセックス大学、オーストラリアのモナシ大学、ニュージーランドのオタゴ大学、フランスの大学附属学校などへの短期研修プログラムとなっています。また国連ユースボランティアプログラムというのもあります。その他にも多様な海外研修プログラムがあるということです。大阪大学の特徴としては、大阪大学は敷地面積が広く勉強しようという雰囲気がある。またサークルの数も多く、国立ということで学費は安いということになっています。以上、本日は大阪大学についてお話しさせていただきました。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは現役予備高校士監修のもと、大学受験の過去問や勉強法などを随時配信予定です。 Twitter でも受験生へ向けた情報を発信していきますので、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。